マミコアキ PJ's World。 マミコ and アキ PJ's World。 この番組は開運講談師アキと英会話講師マミコワールドの世界観を垣間見せながらゲストの世界を覗き込んでみる番組です。最後までお付き合いください。This program is presented by Aki PJ, who is a fortune storyteller, and I'm Amiko. I is an English instructor. We really like people and showing our world, and also searching the guest world as well. Please enjoy our live show. Enjoy するのね。Enjoy する。今日のお三方もういきなり映ります。映るけど紹介するかどうかはまだ微妙。映るよ。あのカメラ。せーの、ポン。ポン。あ、映っちゃった。ポン。ポンでございます。ね。マミコ&アキー PJ ワールドへようこそ。ようこそ、Welcome to Mommy Kai。 招かれたと自覚症状ある方は挙手願います。はい。あ、そう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 。まだ紹介しない。もうオープニングでね、写真入ってるしね。告知もいっぱいしてるしね。まあまあ、わかるだろう。声は発してもらっていいですよ。はい。ね、今は枕いうやつです。マミコ&アキー PJ ワールドは、2周年回りました。3年目突入しました。ね、3週その間、ね、ゲスト様はブラッカーには出入りしてるんだって。はい、一度だけ、ね、お邪魔してます。このお席がそうなのよ、ちょっとここ左右逆やったことがあるのね。はい、私ね、経験としてもうちょっとあっちで、ね、そう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 、ね、なのでここではね、ここは2度目みたいな、2度目の、じゃあ3度目の正直があるのか、ね、それともフラミンゴテレビに秋が出るのか、ワオ、もうワオが始めてる、いきなり乗っけない。さあ、ということで、改めて、今ここにいる人は全員、今場所は大阪長堀心斎橋ブラッカンスタジオなんですが、ね、お住まいも一応関西圏かな。はい、関西圏だよね。そう、アキ PJ は今あのこれどこまで言うで、俺京橋在住。ああ、私は大阪府か、府か、じゃ大阪府か、府か在住。まだご紹介しないよ。どこ在住？京都市在住。京都市在住。ちなみにあのなんかフォトグラファーかな。お兄さんはどこ在住か知ってるの？知ってる人教えてあげて。情報漏洩しよう、情報漏洩。フォトグラファー。確か神戸。確か神戸ね。ということはみんな関西人よね。そうよね。関西人よね。間違いないですね。関西人よね。西や西。ね。さあ、関西人の自覚がある人が、あの曲を引っ提げて今日お越しになりました。そうですね。いけるのかな？マミちゃんはできるのかな？いくよ。フォトグラファー is from 神戸。のっけからいくよ。いいのかな？はい。いくぞ。今日のゲストを紹介してないのに、紹介しつつ行くんだよ。そうだよ、行くよ。マミちゃんはスタンバイできるのか、ヘッドホン大丈夫かな。行くぞ。これ貸して、これ貸して。はい、行く、はい、行くよ。さあ行くぞ。今日本日のゲストね、そしてあの曲を引っ提げていきます。みんな大阪、京都、神戸、大阪府か、京都の人、行くよ。みんなあの人。さあ今日のゲストは行く、行っていいの？名前行くぞ。今日のゲストは映るかな？映るかな？ポン。映った。本日のゲスト、ポップシンガー松田康穂ちゃん。さあいきなり曲かけます。なんていう曲だ？ I'm 関西人。そういうネタ振りかい。そんなネタ振りかい。もうこれさえできたら俺今日帰ってんちゃうかい。みんな関西人。そう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 。このもう一回聞いておきましょうか。このタイトルが風は西から、メイドイン関西、風は西からです。あ、メイドイン関西、風は西からというアルバムタイトル、アルバムタイトル、ね、タイトル、曲はアイム関西人なの。このアルバムのリード曲になってる曲が、うん、このアイム関西人という曲。よかった、間違いないよね、アイム関西人。はい、メイドイン関西、and the song title is I'm 関西人。全員関西人でしょ、間違いないね。by 安穂松田、はい、だからまあ we all are 関西人やけどね、本当ね。そうやね、うんうん、よかったよかった。もうさあ、ここから先は全く台本ございませんよ。はい、トークできますよ。本当だね、今でこれがそうそう、 I'm 関西人、 I'm 関西人、ね、風は西から、うん、え、はい、イコールか、何何何、メイドイン関西が風は西からで、そう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 、そうよ、メイドイン関西、風は西から、アルバムタイトルでしょ。で、曲名がアイム関西人でしょ。アイム関西人、ね、
で、また関西人のことをこう歌ってる、歌ってる、ね、さあということでもうこのまま BGM 扱いでいいかな。はい、ずっと何曲かかかるよね。かかるね、はい、いろいろアルバムが、そうそう、7曲入ってるかな。だからずっとこのまま BGM で行ってきましょうかね。行ってきますか。気分が、僕がちょっと喋り下手ってきたな思ったら、右側にしていつもの曲も変わるんでしょ。はい、OK、ね、さあ行きます、改めまして本日のゲストはポップシンガーの松田康穂ちゃん。よろしくお願いします。松田康穂です。 Today's guest is Yasuhin Matsuda, pop singer。 ポップスシンガーなん、ポップシンガーなん、スー入るの、スー入れときます。ポップスシンガー、はい、で、シンガーソングライターではないの。もうすぐシンガーソングもうすぐない、もうすぐ作詞作曲もやるよ、ね、はい、作曲もね。このアルバムの中に作詞作曲した曲はまだない。はい、まだない、ございません。ということはセカンドアルバムあたりに入ってくるのかな。そうですね、予定としてはね。で、今、このミニアルバムと、まみちゃんとやすおちゃんの手元にもう一個 CD あったんですよ。もう一個あります。そうです、今現在やすおちゃんは、はい、これはそれとそれ、まあ、せっかく2つも、2つもこの2枚分が今やすおちゃんと、一般のリスナーの方が接することのできる唯一のツールとなっておるわけでございますよね、はい、きっとね。こっちが、こっちがシングル CD の、シングル CD の It's a Showtime です。It's a Showtime。 これももうちょっとしたらかかるかな、かけれるの、ね、BGM でね、アルバムに入ってるの、これ、はい、入ってます。またシングル CD とバージョンが違うんです。バージョンが違うのね、はい、何バージョンと何バージョンだろうね、気になるところ、ね、気になるところだね。セクシーバージョンとミッドバージョンそうなんていうか、ヤスオちゃんのさ、ね、まあ、これはフェイスブック上かプロフィール写真か知らない、バンちゃん手つなん程度にね、お写真がね、おへそチラリチラリやねんけど大丈夫、かなりセクシーショットだけど、はい、あれは何の宣材写真なの。これジャケットのこのアルバムの写真を決めるためにこういろいろ撮った中の一枚。なるほどね、さりげなく、宣伝に俺使われてるかよね、今ね。あのプロフィール写真とジャケ写が一緒や、いうことやね。メイドイン開催。風は西からのファーストミニアルバムのジャケ写とプロフィール写真が一緒くて。はい。すごいセクシー。一応フェイスブックされてましたけど。はい、してます。大丈夫ですか、されてることを言っちゃって。はい、大丈夫ですか、フェイスブックされてます。ローマ字とかで検索できるのかな、うん、ローマ字、漢字が一番、漢字、漢字がね、はい、見えるかな、見えるか、行こうか、またやろうか、俺もう一回、漢字、ヤスオちゃんの漢字は、漢字はこれだ、このね、漢字、ちょっとヤスホじゃ難しくない、安泰の単位、安泰の単位やね、安泰、歩くとか歩くとか言って、普段は自分で何て言ってんの。ヤスホちゃん has a Facebook page。 電話でさ、自分の漢字を名前伝えるときなんて言ってんの。原田泰造の単位って言ってます。で、歩くは歩くって言います。原田泰造の単位に歩くって言います。天下太平とか言っちゃう、それでも伝わらない時あるんで、天下太平の単位って言います。大変な大変なもんやね、手がつる、はい、はいはい、さあという感じで今日はもうスピードアップしていってきます。あら、そう、スピードアップやね、早いね。アイム関西人の客が終わって今なんていう曲がかかってますか。これは星の空という曲になってます、うん、星の空、自分の曲間違いないよね、大丈夫やね、全く間違いない。さあ、星の空、じゃあもう過ぎ去りし曲になりましたが、ヤスオちゃんは京都府在住なのね。はい、おー、京都、京都市在住、ね、She said from Kyoto、うん、南郷室とか言うて大丈夫。何、南郷室って何。意外とな、部屋番言うたって分かれへんねんて。ああ、そういう意味、ね、うん、番地です、私は番地です、はい、50個 B、ま、そうです、実家です。そういうことか。で、ずっと京都の子なの、アイム関西人、生まれ京都、生まれ京都、生まれ京都育ちで、学んだのも京女や、京女、学んだものも、はい、学んだも京都、ね、京女と、あと東男言うねん、東京の男と京都の女でカップリングが望ましいって昔から言われてんねん。東男と書いて京女、東男だから言うねん、求めてるけど。あの人は返事してくれます。ぐらいの、ね、年代があれかな、ヤスオちゃんの年代ではあんまりあれ ね、好きな食べ物合ってるやん、カレーライスとコロッケやんか。そうや、はい、今日な、私そう言ってん、クイズしやりこしてさ、2人、はい、で、まみちゃんは
好きな食べ物って言って、あの一旦プロフィール見たとして、はい、クイズしてんやんか、はい、なんかコロッケ言い張って、はい、で俺はカレーライスって言ってんやんか、はい、どっちも当たりやったやん、両方正解やんか、正解です。じゃあコロッケカレーがいいやんな。そうですね、うう一番のラッキーです。終わったあとこの後インディアンカレー行ったんちゃう。クリスタ長堀、近所のラッパースタジオに生放送。好きな動物は何それ、なんて書いたかな。あ、分かってないよ、分かってない、うん、結構昔のプロフィール、このプロフィールね、うん、いただいてるんですけどね、私たちね、プロフィールはね。さあ、答えを言わぬまま進めていきますよ。あ、さあ、ということで、安穂ちゃんはどうやねん、みたいな、ポップスシンガーとありますが、うん、はい、この道に進みたいなと思ったのは、ほんまやね、きっかけは、うん、私、音楽を始めたのが、うん、まずダンスなんですけど、3歳の時にジャズダンスを始めて、うん、そこからずっと続けてます、音楽は。3歳から現在2歳まで、はいね、20年ぐらい続けてるのかな。 When she was 3 years old, she started to learn dance. もう超ベテランさんですよね。ダンスはダンスでもさ、はい、何ダンスから、ジャズダンス、ジャズダンスやね。今そこで上半身だけジャズダンスこんなんよってできるの？できるの？すぐやるで、大丈夫これ。何でもいい、許可得てる、許可。何でも、OK、ですぐやってくれます。何でも言ったもん勝ちかな、ま、言ったもん勝ちちゃう。もう俺あれ言いたいね、言ったもん勝ちちゃう。何やんの、何リクエスト、何のリクエスト。ミーシャ歌って。え、マジでちょっと待って、これいいのいいの、どうすんの。 You're everything, you're everything、 あなたが思うより強く。ありがとうございます。スッとした、スッとした。めっちゃ無茶ぶりじゃない。もう時間との戦い、ただいま6時12分、まあ、まだ6時13分ね、やりたいこと全部やろうと思ってさ。やりたいこと、やりたかったんや。もう編集したら何とかなるやろ言ってね。全部生放送、生配信でお届け。何あの、おねだりをしたかった。そう、おねだりがしたかった。さから、そこらかんこと全部やっとかんとかあるんだ、ね。そう、うん。さあ、ということで。ちょっと今またちょっと BGM 変わったけど、またもう、まみちゃんの、あの、手加減でもう裁量でございます。すべてはまみちゃんに委ねられております。さあ、ということで、秋と、はいはい、ヤスオちゃん、うん、でマミちゃんとヤスオちゃんで、マミちゃんとヤスオちゃんのが、うん、まあ合ってる回数が多いんですが、マミとヤスオちゃんは今日で2回目。あ、2回目 ね、2回目です、うん、じゃあ1回目どこかっていうと、うん、フラミンゴさんの、楽屋で打ち合わせさしまって、何の打ち合わせかっていうと、はい、マミカンドアキ PGM とボリューム25の打ち合わせなんですが、です、ね、打ち合わせの後にですね、まあおねだりしまして、うん、僕とアキホちゃん、アキホちゃん、ヤスオちゃんが、アキホって誰、あ、よく女の子の名前で間違えます。そうそうそう、もうアキ PGM はほんまよう間違えるよね、女の子の名前。アキ PGM とヤスオちゃんが出会った証にですね、はいはい、あのちょっとね、そう YouTube でね、We had a meeting at the Flamingo the Every Tuesday backstage。 なんか記念動画撮っとこや言うて撮りまして、そちらの方秋ロケという名の元と YouTube でも上がってまして、じゃあ何上げてるかって、もう完全にヤスオちゃんのお知らせ、もう番宣のために僕はあの一肌脱いだんじゃないか、おおおおおお、2分ぐらいのね、うん、V を撮ってるんですよ、はい、でその時にヤスオちゃんの絡みが分かった、ヤスミちゃんって、ヤスオちゃんってこんな子っていうのが分かった。へー、あの2分で分かったってこと。いや、見直したからね。そういうことか、そういうことか。だからやってる間は結構密着してくれてんねん。へぇー、で、OK って瞬間に、いやいや、膝がで、終わった瞬間開けるバーン。その予想もまだあるんでね、秋ロケで検索していただいてあります。あ、そっかそっか、あ、今日はここには出てこなかった、繋ぎません、はい、そっか、で、はい、その時に何したかっていうのを改めて今日、うんうん、あの、この、そっかそっか、バミカンドアキー PGA ワールドを見ていらっしゃる、うん、リスナーの方にもちゃんと発表したいなと思いまして、うん、何やったかっていうと、覚えてます、ヤスオちゃん、僕とヤスオちゃんが何したか、はい、覚えてます、覚えてます、はい、もちろん。じゃあその時の、あの、うんうん、イメージでね、思い出してね、はい、向井さんな感じ、そんな感じでね、はい、うん、12月22日金曜日に、うん、12月22日金曜日、金曜日に、うん、フラミンゴジアルーシャで、フラミンゴジアルーシャにて、にて私のワンマンライブ特典ライブがございます、うん、ございます、ヤスオちゃんの特典ライブがあります。バザーイ、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 イエーイ、バザーイ参照です。さあ、その特典ライブの特典とは何参照、はい、あ、そっかそっか、その特典っていうのはさっきご紹介させていただきました、うん、
私のシングル CD It's a Showtime と、うん、ミニアルバム Made in 関西風は西からを同時購入していただいた、うん、同時購入ね、うん、のみが来れるライブになってるんですよ。でこの2枚を同時に買った方に、うんうんうん、そのライブのチケットをプレゼントするという、うん、プレゼント、はい、はいはいはい2枚買えば買えばライブに行けるそうってこと権利ね権利よね、あなたのご都合にもよりますからね権利え席に限りはあるとは思うんですが、はい、とりあえずフラミンゴさんって何席行けるの75500いけますよね。スタンディングやったらスタンディングやったら500 500入るの3400入れます、大阪桜川にございますフラミンゴジアリューシャさんでの12月22日の松田康夫ちゃん特典ライブに行ける権利はワンマンライブに行く権利はこの CD2 つ、行くぞ、俺が言うか誰が言うかは知らないけど言うぞ、はい、It's a Showtime と、うん、それからミニアルバムの Made in 関西風は西からを同時に買わなかったね買っていただいた方のみに2枚一緒にはい、チケットをプレゼントさせていただきます。ちなみにお値段はシングル CD の方が1000円 で, 1000円で、うん、ミニアルバムが2000円になってます。あ、はい、あどなた様もどなた様 も, た様も、ね、でその CD がどうやったら買えるの全国の CD ショップで、うん、はい購入することができますの で, ちょっとでそこで買ったら受付っていうかレジであの特典のチケットをください、はい、みたいにそんな手はずになってんの、はい、すごいよな。でその手はずした人が後ろにいる映るんかな映らへんかあのしゃがもうたらせえへんもんね。映らへんかうまいことなってるよね顔出し NG みたいになってるよ ね, ねなんか可愛い服着たあの方が可愛い服着たけどねあの方が立ち上げたレーベルなのかな、はい、フラミンゴレコーズっていうのそうですフラミンゴレコーズに所属しています。ね、タレントアーティスト第一号と聞いております松田康夫ちゃん、ね、okay. So December 22nd ヤスオさんヤスオさんというかごめんね今日はヤスオちゃんでいるしねヤスオちゃん自体はご自身の CD を全国の、まあ、どこでもいいねんけどそこの T さんでもいいねんけど、はい、並んでるの見たことある？あります。手にしたことある？あります。それ どんな感じなの？僕の CD が売られてることはないねんかないやろ私の CD が CD ショップに売られたことないでしょ。ない ね, ねでヤスオちゃんの CD は、うん、このいつはショータイムと、so はい、to the さあ覚えていくぞメイドイン関西が、はい、the Flamingo de Arusha この棚に並んでんの？はい並んでます。どんな感じなの？どんな感じ初めて見た時ってどんな感じなの？ so, any CD shops お並んでるみたいな。もう言うていいやったそれどこのなんていうお店？私は、うん、一番初めて見たのは、うん近所の久美山イオンモールの久美山イオンモール大丈夫そこそれはセーフでしょ。それぐらいはセーフでしょ。十字屋さんです。十字屋さんで CD 屋さんがあるんや、はい、京都は十字屋そうやね CD ショップがでそこにヤスオちゃんの CD がこう並んでんの、はい、ちゃんとライブその時期にあるライブの情報も一緒に載せていただいたりとかその十字屋さんも12月22日のライブのこの特典に従ってミニアルバムとシングルを買えば、はい、ジュージアさんでもチケットゲットできる手はずになってますでしょうか？なってます。なってますよ。すごいよな。誰かお試し。あ、これじゃない？これ。これが、ね、いつもショータイムです。そう。はい。そうですね。それ。うん。知りたいこれ。アップしたかったらここやからね、アップしたかったらね、言っとく？じゃあショータイムね、はい。その絵、一応私なんです、ね、私が私を描いたんではないではない、描いてもらった描いてもらった、うん、誰にとか言うたっけ？いや、全然大丈夫？はい、あのじゃあショータイム高校生の時からの友達の今デザイナーやってる子なんですけど、何々ちゃん見てるって やるクレストっていうブランドでやってるんですけど、クレストさん、はい、クレストクレストさん CREST クレストです、うん、はい、ということでただいまかかっている曲は、はい、It's Showtime It's a Showtime どなたが歌ってるのかしら。はい私です。松田康夫ちゃん
ですよ、ね、増田康夫ちゃんは、はい、いわゆるデビューして何年目、もしくはタレント活動して何年目って言ったら言えるの、うんうんうん、そうですね、俺言えるぞ、先に言っとくけど活動し、ね、俺2004年6月8日デビューやからな、はい、西色は一応言うたね、はいはいはい、私、うん、フラミンゴレコーズ、うんうんうん、デビューちょうど1年前です。1年前、はい、フラミング、フラミンゴ、フラミングどっち、フラミンゴ、フラミンゴレコーズ、フラミンゴ、フラミンゴやれよやれよ、フラミンゴ、フラミンゴレコーズ、これスクショ用やからね、フラミンゴレコーズに、からデビューしたのがちょうど1年前、はい、でその時デビューした曲が It's a Showtime、 何回もやるで、ね私ね、あの安保ちゃんのもちろんあのライブステージ見たことあるんですけど、うん、俺もあるあ、ライブステージあるある、うん、踊りうまいね、さすが3歳からジャズダンスやってんね、ジャズダンスってさ、手持ちのより白に今よりますと、うん、サルサ、サンバ、ルンバ、チャチャ、バンボ、ワルツ、ダンゴ、タンゴか、ホックス、ストロット、ジルバス、ハッスルなどできるって書いてある、はい、そのどんなダンスかわからへんらしい、なんで今してもらったらええやん、ペアダンスなんですけど、あ、そうかそうか、全部、はい、サルサ、サンバ、ルンバ、チャチャ、マンボ、ワルツ、タンゴ、ホックス、ストロット、ジルバ、ハッスル、全部そうやね、俺が言うたこと同じこと言って、だからそんなだから全部ペアダンスやね、全部ペアダンス、今日はジルバを上半身で見せてもらいますとか言うたらできるの、ペアダンスやもんね、いやいや、それでいい、それでいい、え、マムちゃん合わせんねやろ、私もベリーダンサーのダンサーやねん、あ、いいよ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 、じゃあ脱いでみようかもうおねだり多いしいいよいいよちょっとちょっとおねだり多いよ、今じゃあ出張中やから大丈夫ちゃうか、まあ、おってもやるけど ね、 すごいね、さあこんな感じでマグパンラッキー PCR とただいま6時22分回っております、はい、ね、さあということで、うん、安保ちゃんは、はい、ね、この番組中にアッキーとマミちゃんに質問なんかあったら考えといてやって言わんかったから今から考えといてや、わかりました、逆質問ね、そうなん、はい、そうなん、そうなん、私ら何の質問、まあまあいろいろ、マミコさん、テナフリア、アッキーさん何々って一個ずつ考えておいてくれたら後で面白い答えが見つかります、ね、そしてヤスオちゃんには今日は、お誕生日聞いておりますから開運キーワードを後ほど差し上げる予定です、ヤスオちゃんの質問逆質問、そしてアッキーからは開運キーワードを差し上げます、そのことマミちゃん覚えておいてね、はい、オッケー、さあということでどこまで行ったかというと、ヤスオちゃんが3歳の時に、ダンス始めて、1年前にフラミンゴレコーズさんでデビューしたことしかまだ聞いてない、そう、あとカレーライスとコロッケが好きやいことしか聞いてな い、 聞いてない、ね、好きな動物は結局明かさないまま、いさあ、やそうちゃんのこと、まびちゃんは何が聞きたいか、ポン、何が聞きたいかな、なかったらすぐと乗っとるで俺、え、何聞きたいってこと、私からが質問、うん、私からの質問、私から、やそうちゃんへの質問、やそうちゃんに質問、うんうん、あなたたちだって KMC つながりでしょ、そう KMC ね、関西ミュージックカンファレンスというその、マミちゃんなりにね番組に、はい、KMC バイブスさん、それはブラックアンデの番組、そして、イベントとしての KMC、うんうん、ね、そこでやそちゃんのライブをもう何度か見てるんでしょ、マミちゃんハードロックカフェとかね、見てますよ、そのダンス ねマミちゃんなりにやそちゃんはどんな風に映ってたのか、ポン、おこれね、アドリブうまい割にはこうやって急に言われるとなできへんねそうそうそう、ドキドキするね、困った時はヤスオちゃんのイベント情報を紹介してあげてもいいよ、今度どこに行ったらヤスオちゃんがいるのとか、ライブで見に行った時にピアノから入ったん、ピアノを弾いてるところから見たんですけど、ほ、はい、ほうほうほう、ピアノは弾けるの、ピアノも小さい時にクラシックを、うん、クラシック普通のピアノ、はい、うんうん、を習っていて、うん、なので、うん、普通にピアノは弾けるんですけど、すごいね、普段、はい、じゃあもう拾うね、そのピアノも含めて、うん、やすほちゃんと普段会うのはやっぱりフラミンゴ GR 社が一番多いの、そうですね、会う確率、会う確率か、うん、か、そうやろ、分かったやろ、俺の振りに気づけよ、早く振りに、か、他は3ヶ月、4ヶ月に1回のペースでいつもやらせていただいてる、うん、ヘブンズトレインっていうライブがあるんですけど、ヘブンズトレイン、ヘブンズトレインとはどんなイベントや、はい、は私たち、先生がおられるんですけど、やそうちゃんの先生ね、やそうちゃんの師匠がいる、はい、はい、昔から教わっている気分ヘブン、え、もう一回見て、気分ヘブン、気分ヘブンっていうグループの、気分ヘブン、面白い名前です、気分ヘブン、気分ヘブン、男女ペア、そうです、あ、そう、2人とも先生なんですけど、気分ヘブンさんがどうしたって、うん、の生徒が集まるライブがいつも、うん、梅田のトラッド
トラッドさん、梅田のトラッドさん、 TRAD トラッドさんでいつあるんだ。次は11月30日木曜日にあります。例えば生放送、今日何日、11月11日ポッキーの日にお届けしておりますが、11月30日今月末木曜日に、はい、梅田トラッドさんで、はい、梅田トラッドで11月30日木曜日だね、はい、木曜日、ヘブンズトレイン、はい、第38回、はい、このライブに私も第4回5回ぐらいから出演させてもらって、38回目って、ね、ってことは何歳、いつからやってんの。高校生の時から、高校生の時から数えてただいま38回、はい、34回目の出場になるかもしれない。ほぼ出てんの。ほぼ出てます。すごいね、毎回出てます。そんなん続けてることってすごいことやね。でしかも、うん、その4回5回の時は、うん、フラミンゴでアルーシャで実は出させていただいてたんですよ。4回目5回目の最初は、はい、ヘブントレインはフラミンゴでアルーシャでやってたんですよ。そうなんです。で今は梅田トラッドで展開者が多い、はい、え、箱が梅田トラッドの方がでかい。ピンインフラミンゴ、ちょっと広いですかね。ちょっと違うタイプやね、はい、まあ梅田の雰囲気とね、やっぱりそのちょっと気分さんの気分やったんやで、このなんやろね。おい、突っ込めよ。気分さんの気分やったからはいはい、ちゃうの、気分ヘブンさんでしょ。気分ヘブンさん、気分はヘブン、気分はヘブン、気分はヘブン、気分さんのヘブンで梅田トラッドに変えたんちゃうか。あー、そういうことやね。今あの愛のトスが、あ、そうですよね、キートスしました、はい、オッケー、ね、ということで、うん、それは11月30日木曜日8時頃から梅田トラッドさんで、はい、ヘブンズトレインに、はい、安田ちゃんもソロ歌手として出演、はい、そうです、なさる予定。これソロだし、はい、ファミリーとしてもか、はい、そうです、両方出るってことか、ね、はい、それからもう一個ぐらい聞いとこうかな、もう一個ぐらい26日の予定聞こうかな、せっかくやし、26日11月26日の予定11月26日は、まあ、うん、この日はインスタライブがあるんですけれども、インスタライブ、はい、場所はクズハモールであります。ケイハンやね、ケイハンね。質問、インスタライブとは、うん、CD ショップでのライブです、うん、ってことはその日ももう CD バンバン売る日やね。売る日です。そうやね、それはキャンペーンみたいな感じ、売った子しか見れないの。いえ、もう観覧無料 で見れる。お買い物ショッピングしてる方全然見に来られるので、はい、さあということで、ナレーションしといてよ。ついにこの画面にするとあのカメラマン映ってしまいました。映ってしまいました。今頃ですけど、あの人どなたさんですの。私は、うん、フラミンゴの、私のマネージャーさん、マネージャーって思ってます。思ってますよ。でも本人は違うって言います。あ、そうなのね。マネージャーの多分大石さん。はい、大石さん。お名前言っちゃいましたけど、ね、多分今動画撮ってあります。ね、まあ何でもやね、フォトグラファーでありみたいな、ね、あの動画がどこで見れるかが気になるところでございますが、多分、もう一回松江荘のいつかショータイムで見れると思うんだけど、11月26日そうインストアとは何ぞや、ね、どこへ、クズハモールのどこだった、突っ込んでないね、南館、はい、光のモール、光のモール1階ですね、1階ですね、はい、何時頃やってんの。1時からと、うん、1時からと15時からです。1時からと15時が2回公演、はい、1時からと3時からね、3時からです。1時からと3時からクズハモール、じゃあ2回見れるんだね、やそうちゃんね。光のモール1階3000広場というところ、セットリストっていうか P やな、あの1回あたり何曲ぐらい歌う、だいたい5曲5曲ぐらい歌う、はい、でちなみにミニアルバムは7曲入りよね、はい、なんていうミニアルバムやったっけ。メイドイン関西、風は西からです、は7曲入り、そしてアイム関西人もいっちゃ正体も全部入ってる、はい、ね、多分そこから曲は選ばれながらオリジナルとカバーを歌うの。カバーは最近あまり歌ってない、歌ってないの、オリジナルばっかりね、はい、アルバムの中から歌ってます。あ、そう、ちなみにミーシャ以外でちょっと頭はワンフレーズ歌えるよみたいな何がある。今ミーシャ以外ですか。私あの人モノマネできるとかあるんやったら、今もうモノマネできますよ。もうかなりリバースいってるよ。かなりリバースいってるよ。中島美嘉さんご存知ですか。中島美嘉さんご存知です。7やってた人そうです。で歌ちょっと知ってる方少ないかもしれないんですけど、オリオン、オリオン、あ、僕知ってる。ちょっとめっちゃちょっと似てるんで、やってください。ではお願いします。泣いたのは僕だった。どうでしょうか。
ありがとうございます。ありがとうございます、ね、Thank you。 さあもう一曲ぐらいあるのかリクエストがあるのかどうかね、まみちゃんもてんやわんやでございます。あのデュエンとペースちゃうでしょ。なんて俺海運コーナーし、秋生という名前、アッキー PJDI の先週83回目の放送、今日これ25回目の放送、何やらされるかわからんから ね、 ね、動画芸人賞、出演番組、司会業1200本超えております、アッキー PJ。 もう何でもありやね。さあまみちゃんはひらめいたらポンっていくよ、ね、はいはい、好きな動物がゾウとトラは今頃発表するの、もう今頃発表ですか。さあ6時半になったんで忘れては困ります。アッキーさんからの、プレゼント、プレゼント ね、 ね、そうそうそう、プレゼントが終わったらヤスオちゃんからの逆質問、はい、さあ考えてるかどうか、どうだろうかね。さあいきます、ヤスオちゃんのお誕生日聞いてみます、こちらから公表することはございませんが、プロフィールを見ると10年27日とかあります、はい、ね、大丈夫ね、27日だけどね、はい、で、いいです、お年も年齢も僕の方から公表することはございますが、自己申告でお願いします、はい、血液型は A 型だそうです。はい、あららら、僕 O です。はい、僕 O です。私 A です。あ、あの人はあの人は A、 あ、じゃあ A が2人と O が2人、まあまあ合コンとしてはバッチリしたね。さあということで実はですね、私開運講座セミナー講師、天命学と洋学のもともとセミナー講師やっておりまして、その名残で YouTube 芸人、動画芸人になりまして、今こうやってゲスト様来られたら開運キーワードを差し上げております。で、お誕生日聞いております。ただしあの人のも聞いてます、ね、あの方のは番組で公表しません。一応公式に言ってるのはあの、まあ、授業料が1万円で普段はお渡ししている、開運キーワードを番組ゲストさんは特別 に、ね、特別に、プレゼントしております。だからヤスオちゃんはプレゼントでございます。ありがとうございます。さあヤスオちゃんに差し上げる開運キーワード、ね、今日は漢字1文字、わ、ね、かるかな、ヤスオちゃんわかるかな、肉月、月編にお月様の 月、そこ書いてあげて、あの個人的に見てあげて、そう肉月ね、月編に、はい、テーブルとかなんかのステップ台、要するに台と書いてムートロ、カタカナでムートロと書いて台、月辺に台と書きます、月辺に台と書いて漢字1文字、胎児の胎、胎盤の胎、はい、要するに今日、差し上げる開運キーワードは胎です、はい、ね、ヤスオちゃんの安泰の胎も胎なんだけど、ヤスオさんの安の字も胎なんだけど、あ違うね、違う字ね、はい、月編、まあ、肉月、月編に、ムーノローでタイ、ね、打体のタイ、タイ盤のタイ、タイ字のタイ。さあどういう意味かと言いますと、帝王学的に説明しますと、いきますよ、今からです、本番です。人との出会いと創作する人柄で、人と人との出会いを創作する人柄で、ごめんね、ちょっとつなげます、もう一回言います、人と人との出会いを創作する人柄で、優れた交際力を持っているとキラリ開運ですよ。シャイニーホチューン、失礼しました、もう一回いくよ、はい、胎児の胎ね、あの宿すってことだと僕はイメージしてんねんけど、宿った状態で人と人との出会いを発生させていくね、人と人の出会いを生み出すね、自分のお腹でもいいし丹田でもいいしイメージでもいいから、あ私この人との出会いは今日も、例えば今日秋と、まみちゃんとそれから大石さん、この出会いはもう何か、私はこの出会いを生かして何かに、イベントプロデュース、もしくはフラミンゴ G アルイシャで秋を前説で使っちゃろうかとかねとか生み出すアーティストとしてもやし、要するにシンガーソングライターとしてもそうだし、イベント一つとっても、うん、今度どこ行くの、クズハモール行くでしょ、はい、その前後にほら向こうの関係者おるやんか、うん、次私こんなことしてみたいって提案するのもいいね、うん、受けるだけじゃなくて創作やからね、アイデア出したら言ってみる、うん、ね、例えばこんなとこで言ってもいいよ、松田優のイッツァショータイム、多分フレッシュで絶賛配信中やと思うけど、そういうとこでも生まれたら、そこにおる要するに来られたゲスト様と絡みがあったら、そこで今こんなこと思いついたんやけどってこう宿ったこの気持ちをポンって出す、はい、それが、人と人との出会いを創作する人柄で、優れた交際力を持っているとキラリ開運ですよ。シャイニーフォーチューン、ね、これはもうアッキーのギャグでございます、シャイニーフォーチューンでございますっていうことがなんとなくイメージして、今日わかんなくていいです、録画で聞くなりイメージして、ヤスオちゃんが今日からの人生に生かしてもらったら、はい、あのいや実はお腹にとか大丈夫、まだピーピーないです。でもね、そういうこともあって
要するに未来の例えば子孫が、うん、例えばどう言ったらいいかな、ほらステージママになる可能性だったりし、ね、世間ではね親戚でもね誰かを育てる方になる場合もあるし、それはあのびっくりするようなあの目つきで見といて、要するにそれも含めてのタイっていう字はそういう字やから、その子に宿したもの、だから曲が宿る、ね、それをぜひ出して、CD 販売につなげてください、はい、伝わってますでしょうか。やっぱりシンガーソングライターとしてはいいってことだよね。いいと思う、うん、作る側というかね、うん、の方がもういいってことやね、創作するってことだから、対盤じゃなくて円盤 CD にね落とすなんていうのがいい言うたよ、予言もできる天才パーソナリティアーキー PJ やりかよんシャイニーフォーチュン、分かってるかな。だから対盤じゃなくて円盤に、ね、CD に落としていく自分 の, そのイメージ、うん、イメージができる、その対の字で今日からやそちゃんが持つイメージ、うん、でも、うん、ものは創作と人柄やか交際力やからね、うん、さあここからまみちゃんが英語で訳します。難しすぎるよ、いい子にしてお聞きください。さあどうだ、タイね、タイ、タイ、うん、タイ、it's um しようかな、um わかりました、um やそちゃん英語わかんの。いや、わかりません。大石さんはわかりますよね。ありとうね、ありとうらしいです。 um っていうの、 um かな、 um、 タイは um、 um、 ね、it's creating a ね、もう言ってたね、 creating it to meeting the people and also connecting the people and efficient and also be sociable, that's gonna be a good fortune. So you can maybe 分かってんだ、大石さんだけだろうかね。ヤソさん発音はいいのにね。そうそうそう、発音よね。俺も発音はいいのにね。そうそうそう。If maybe you got an inspiration, maybe okay, these people, this person and this person, okay, maybe if maybe meet, it's something is gonna happen, that's gonna be go, that means go, so just do it. さあ、そろそろ日本語かぶせていきます。だから、ヤソウちゃんはこれからポップスシンガーからシンガーソングライターに少しずつ歩み出しを始めてもらって、はい、でなるべくあの円盤に CD に落としていく作業をどん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 して人の手に渡る。はい、で、Amazon とかでは売ってないの？販売。販売してます。アマゾンでは、はい、何で検索したの？松田康穂で検索していただいたら、あ、それでも出る感じ、ね、はい、漢字は漢字、ね、松竹梅の松、田んぼの田、はい、そして、原田泰造の泰、はい、あったよね、はい、安泰の泰、歩く、安泰の泰に歩 く, 歩くで、はい、松田康穂ちゃんで検索するとアマゾンでも、あの行ったショータイムもメイドイン関西、関西のミリアルバムも、うん、多分、はい、あなたの手の元にやってくるんじゃないかと、うん、アマゾンではダメなのね。でもね、チケットゲットはね、あのライブのゲットはね、なのでショップに行っていただくのでね、ライブにお越しいただくかです。あ、そうかそうか、ライブに直接来て、来てその後にあの販売させていただくので。あ、そうなの、はい、じゃあもう22日の何時やったっけ、はい、7時半からやから、その前までに行ったら買って、はい、もう入れる、はい、買ったら入れる、買ったら入れる、目の前で売ってるのってことか、はい、例えば26日のインスタライブとかだったら、ライブの後にその CD もね、はい、販売する、ね、あ、それ一番いいよね。クズハンボールでも買えて、はい、そこでもできるんや、チケットゲット可能なんや。そうです。さあ、そんなチケットが可能なのに、うん、これ間違ってるのかな、もしかして、はい、マミコ&アッキー PJ ワールド特典、何特典あるの？あります。リスナー特典あるの？大丈夫？あります。あるの、あるのえリスナーのあなたに特典、はい、リスナーのあなたに特典、いいよね。俺今独壇場で言ってるけど大丈夫やね、大丈夫ね、ジャスしたよね、オッケー出てる、ジャスしたよね、はい、さあ、ヤスオちゃんから、フラミングレコードさんからオッケー出てるかな、12月22日、ね、2日の、はい、ヤスオちゃんのワンマンライブ、はい、フラミングスペシャルナイト、今日まで僕黙ってました、ワンマンライブ、どうぞヤスオちゃん、ディセンブル23、はい、本日この番組見よ、うん、番組を見ていただいている皆様の中の5組の方に特典プレゼントさせていただきます。視聴者プレゼントさせていただきます。おー、みんな分かったかな、5組、10名様ってこと、はい、そうです、10名様、すげえ、どうしよう、どうしよう、理解できてんのかな、どうしたらいいの、5組10名様、はい、5組10名様、はい、え、大丈夫、はい、抽選か先着か、
抽選やね。抽選かな。じゃあ私らのどこだ、整理できてることをまみちゃんが言います。整理できてなかったら、はい、追いかけて。そうです、そうです。本来はですね、今度ある、はい、あのインスタライブとかいろんなイベントとか、あとはショップに行っていただいて、この CD を2枚同時購入していただくと、その12月22日にありますフラミングスペシャルナイト松田康穂ワンマンライブの招待券をいただけるんですけれども、なんとなんと今日これを聞いていただいているリスナーのあなたに、抽選でですね5組プレゼントしたいと思います。5組ですよ。5組ね、抽選ね。俺マスカケやねんて。横私もなんですよ、ね、マジマジマジ。おー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 なんというすごい。わー、ね、さあということ で, ご理解いただいてますか。普通に抽選漏れた方含めて一般の方は、全国の CD ショップでいつか招待券と、ね、メイディン関西の同時購入をすると、CD ショップさんの方で、松田壮さん12月22日のフラミンゴ G アルーシャの、チケットが、1枚ね、はい、同時購入で1枚ゲットできるんですが、今日はなんとそうよペア、ワビカンダキ PJ ワールド、もしくはブラカンラジオを聞いて、聞きましたという、メッセージのもとに、うん、おそらく、マミコアンドアキ PJ ワールドなんで、マミコワールド、アキ PJ ワールド、それぞれフェイクスブックがございます、はい、そちらの方にメッセージを送信していただいて、はい、抽選になるとは思いますが、はい、5組10名様まで、アッキーとマミちゃんの方で確保させていただいて、そうですね、お連れすることができる。はい、そうです。もう現場集合になる可能性があります。現場集合になるかもしれません。12月22日、ちょっとその辺はちょっと要相談ですけどね。当日に対応になるかもしれませんが、はい、ね、知り合いとか知人が当たった場合はね、直接渡すことも可能ですが、まあちょっとご近所さんとか ね、あのだったらまあまあお渡しできたりもします、今日イベント告知で Facebook で上げてます。まみこあき PJ ワールドともに、はい、Facebook ページのアドレスを貼り付けてます、はい、そこからメッセンジャーで飛んでもらって、ヤスオちゃんのライブ、もうヤスオライブでもいいです。ヤスオちゃんライブでもいいです。行きたい、何とか、行ったショータイムとかでもいいです。なんか分かるようなことを書いてもらったら、先着5組10名様。先着じゃないよ、抽選だよ。あ、間違えた、抽選で5組、まあ、先着かもしれんけど結果的には抽選になります、ね、はい、抽選で5組10名様にヤスオちゃんのライブへ、はい、僕らが責任を持ってご招待という形になるのかな。はい、ね、締め切りとか言っておきましょうか、一応ね。まあ、でもまあ、まあ一応そこで抽選ということで、一時締め切りは12月5日ぐらいにします。ぐらい言ったらあかんない。ぐらいじゃ、12月じゃ5日にしましょう。一時締め切りね。はい、12月5日までに、うん、ご応募お待ちしております。はい、メッセージお願いいたします。今喋ってることを後で録音して聞きます。それを文字にしておきます。12月5日一時締め切りとさせていただきます。はい、ね、松田壮ちゃんの特典ライブに行きたい方。ね、CD 買っていくのが何よりでございます、うん、間違いないです、はい、うん、ただし CD を買いつつも抽選に応募すること、ね、我々にメッセージを送っていただくことで、なのでもしだから、うん、あのこれを買った人はもちろん行けるんですけれども、うん、お友達で2人を誘って実は行きたいねんっていう人は、うん、抽選に応募するしかない。応募してもらったらいいと思いますよね、はい、どうでしょうかね、うん、ちょっと1人でね、ちょっとどうやろうっていう人もいるやろうからね、はい誰かちょっと分かんないじゃん。あ、ごめんなさい、当日の発表はあえていたしません。え、そうなんや。当日会場にもしかしたらスポットライト当たるかもしれない。ああ、そうですね、当たった人、あの人って。で、僕とマミちゃんは席確保してあるのよね、当日ね、はい、どこかにお手伝いしてるかもしれない。そうですね、はい、あのお客様はご案内してるかもしれない、はい、何なりと大石さん使ってもらっても大丈夫ですよ。そうですね、その場でねチケットをお渡しすることになるかもしれないのでね、その場となるかもしれない。前説もできるよね、俺ね、できますね、はい、ね、はい、大丈夫ですよ、ね、何でもお手伝いさせていただきます。さあということで、なんせ12月22日、何曜日なの結局。金曜日の、会場が、actually, yes, ho, chan, オープンザゲートは、オープンザゲートは present for listeners 6時半です。6時半で開演が19時半です。7時半ね、はい、の、フラミンゴ GR 車、はい、僕はいつも大阪桜川、地下鉄の桜川駅から歩いて3分ぐらいなんで、桜川駅をよく使ってますが、ヤスオちゃんはどうやって行ってるの。私は地下鉄御堂筋線を使ってます。線を使って、はい、そこからだとちょっと少し歩くんですけど。御堂筋線は何駅で、南波の駅です。南波から歩くのね、はい、じゃあそれをあの含めて、フラミンゴ GR 社さんのホームページございますか。はい、あります。じゃあ地図とか載ってんのかな。載ってます、ね、そこ見て、何とかたどり着いてください、はい、ね、フラミンゴ GR 社さんで、12月22日金曜日7時半から、松田康夫ちゃんのワンマンライブ
はい、通称は特典ライブと言ってますが、特典というのはあくまで、CD 購入の特典でございますから、うすね、もうその当日はもうワンマンライブ、ワンマンライブね。やすおちゃんしか見れないの？そうですね、その日はバンドで、あ、バックバンドで、はい、バンドを従えるやつも、そうです。で、そのバンドが、うん、先ほど紹介した私たちの師匠の、うん、気分ヘブンの気分ヘブンね、気分ヘブンの気分次第でね、はい、ちなみに、はい、ミニアルバムの曲は全部歌うの？そういうものなの？7曲もちろん歌います、はい、カバー曲もプラス、プラスアルファで、ファでマジかあるかな例えばどんな曲歌うかな例えばどんな曲歌うかな、あのその日採用しなくても大丈夫です、はい、あと1曲ぐらいアドリブでワンコーラス打てるからおねだり上手やね、あの逆質問考えてるかなって思ってさいける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 、おとおと下げてきてまみちゃん、告示まだあるの？そんなんわがまま言うせんやろ、はい、最高。洋楽とか歌っちゃって、 Of course, of course. Okay, go ahead, please. I'll be waiting for you. Here is in my heart. Let me be the most to love you more. もう何でもできるね。ええおもちゃ手に入れたぞ当日会場で あれ歌ってとか言うたらあかんねんね、きっとね。それはあかんねん、大丈夫、 OK ですけどね、ね、はい、すごい、いい才能やね、ほんまやね。俺も一つだけ才能はね、すぐどこでも急に行ったらさ、イベント会場行ったら、あきちょっと司会してるとすぐ司会するよ、俺。じゃあやすおちゃんもちょっと歌ってって言ったら相手できんねんもんな、ね、歌えないけど司会できるアッキーと、司会もするけど松田 SO の、いつはショータイム、フレッシュで番組もされてますから、おそらくこっちで番組でしょ、はい、そうですね、なんでされると思いますが、まあ安尾ちゃんも、べしゃりがありつつ、歌も歌える安尾ちゃんと、はい、ね、まみちゃんは同時通訳できます、はい、そして出てきましたよ、また関西人がね、回ってきた、いつはショータイムが回ってきましたよ、はい、メイドイン関西ミニアルバム、ファーストミニアルバム、安尾ちゃんのファーストミニアルバムバムが、回っていったショータイムが今かかっております、うん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 、ね、でなんかちょっと気になったこれ何やろうと思って、はい、さっきからこう大事に大事にしてるの、なんかそれ言うて書いてあげて、なんかあったと思って、どうしたどうした、ウドウド、なんだウド、事務所のウドウさんね、はい、有名なとこです、パンフレット、パンフレット、うんうん、これはなんだ、解放にビートクルーっていう載せていただいております。わお、これどこで手に入るのやろ、ウドウさんのこのビートクルーは。結構いろんなとこで CD ショップかな、これも。あの、おいさん声出してええよ、声出してください。会員さん向けの、うどん音楽か事務所の会員さん向けのおのところに、はい、このビートクルーのところに、うん、ビートクルーさんという雑誌の中に、中に何が出てるの、私のページが、あ、やすおちゃんの紹介ページがあるじゃないですか。じゃあ行っときましょうか。いけるかな、まんちゃん、いけるかな、グッとして、もう一個グッとして頑張るわ、やります、やります、行きます。では行ってきます、はい、さあ、やすおちゃんのご紹介ページ見せていいよね、はい、ちら、はい、ちらー、これ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 って載ってまーす、ね、やすおちゃんが、行くよ、もう一回するよ、はい、ビートクルーさんに載ってます、載ってまーす、載ってます、ね、会員さんだけか、はい、そっかそっか、そうですね、ね、手に入れる方法は会員さんのみなの、はい、アルバムの紹介とか、アルバムの紹介、うん、はい、うん、その22日の告知とかもしていただいてます、はい、じゃあ手にした、あなたにキラリ通うとね、はい、ね、さあ、やりたかった、はい、シャイニーフォーチューン、ね、さあ、やすおちゃん簡単に今6時49、はい、アッキーさんへほにゃほにゃ、はい、マミさんほにゃほにゃ質問できる、そうですね、即興質問、うん、答えれるやつでね、僕らがね、あ、じゃあ、うん、あ、じゃあ行こう、はい、誰誰さんに何々、マミコさんに、マミコさんに、はい、あのラジオは10秒開けるといてラジオ10秒のマーカー、まあテレビ動画配信してるからね、ダンスされてるのを見たんですけれども、うんうん、いつからされてるんですか？まあまあいい質問だね、いい質問だ、はいはい、実は私も3歳から日本舞踊、そうなんですか、3歳から日本舞踊を習ってるマミコさんと、そして、うん、
年バレるな、どうしようかな。上手に言ってくれた、上手に。40歳の時に、はい、ベリーダンスを始めました。今ベリーダンスやってないですもうなんか、はい、ダンスは3歳から始めるべきだそうですよ。そうですよ、あの世のお父さんお母さん聞いてますか。三つ子の魂100まで言うてさあ、時間を見て一旦キュッと切るね。一旦切る、はい、マミちゃんへの質問は何歳からダンスを始められましたかでございました。さあ、ある1個ぐらい質問あります。あります。メガネの色は、うん、なぜオレンジなのですか。僕ね、これ今グラサン状態じゃないですか。グラサンでしょ、はい、初めて番組始めた時にあんまり顔出ししたくないってことで、はい、タージンさんがはめてはったみたいに、はい、オレンジメガネで初めて、はい、でそれをあの知ってるかな、 女優っていうかあのちょっとスケベ、いやイエロケな岡崎奈々さんに外せって言われて、はい、素顔で番組しだしたんやけど、はい、やっぱりラジオこうやってやってると、はい、目つきっていうかいろんなもの見るし手配せなあかんから、はい、かけて あのいわゆるタレントスイッチを入れたかったのね、はい、オレンジメガネでね。でまずそこに対しても顔色映さんようにミラー式のグラサに変えて、そしたら意外ともうこれで Facebook も顔認識するようになってまずね。で一つスタイルをあのイメージキャラクターを作り上げようと思ったのよ。でラッキーカラーがオレンジなんです。あー、秋 PJ のラッキーカラーが、あの服今日中全部エンジばっかりやけどね、ねオレンジ、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 緑、エンジが大好きやねん。でまあ、これたまに講座でもやんねんけど、オレンジは明るい感じで緑は自然な感じ、うん、でエンジは応援したくなる感じっていうことで、その自分の好きな色ほにゃらっていうのを自分のことを言い表すんですよっていう色との絡みを、まあ、講座でやってたことがあるんです。分からなかったら後で録画で聞いてください、はい、好きな色3つあげます。そしてそれは理由をずっとあげます。それはあなた自身が自分自身の好きなとこ3つでしたっていうネタをやるんですね。もうさっき答え言っちゃった。で僕はオレンジ明るい、ね、緑は自然な感じ、うん、で、エンジで僕のスクールカラーだったんで応援したい色です、うん、で秋は明るくて自然な感じで、応援したくなる秋ですって自己紹介するネタを持ってるんです、うん、のオレンジです、うん、はい、答えになってるかどうかは分かりません。なんで端折ってるかっていうと、これ全部、逆質問の逆質問逆質問の逆質問そう、あなたが今気になってることで、はい、マミちゃんに聞いた質問は、はい、まあそうやね、ダンスいつから始めました、はい、もうさっき答えられたね、3歳から、3歳だったね、で、うん、俺になんて聞いた、なぜオレンジですか、ですよね、うん、じゃあ逆に、はい、なぜ丸々ですか、自分のラッキーカラー、例えばこのプロフィール写真でもそうだけど、うん、見えるからみたいな、あのご自身のイメージカラーはまず何色なの、うん、まあ、この写真は、うん、でも黒グレーがだけど、ね、はい、うん、僕もまあブラックアンドホワイトで、ね、自分ではラッキーカラーは何色やと思ってる、何かあれば絶対ゴールドっていう、ゴールドね、ゴールド、はい、おじゃあそのゴールドはなぜですかっていうこの逆質問を考えるよりも自分で言ってもらおうと思って、うん、はい、うん、分かった分かった理解できてきた、はい、これにゴールドかな、いやこれね違うんですよ、でも、うん、アクセサリー私好きなんですけど、全て集めるのはゴールドなんですよ、ゴールド集めてる、はい、なんでゴールド好きなの、やっぱ金って一番、一番やね、ナンバーワンから、あ、まあ合うかなっていう、私の自分の肌の色とかにもゴールドが、あ、そう、ね、はい、こうやる、あの婚約発表の時みたいにやれる、うん、こうやってこれ一応ゴールドなんですってね、ゴールドなんです、はい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 、そうそうそう、え、ヤスホちゃんのフェイブリカラー、だから自分のラッキーカラーを知ってて、それをライブの時には必ずワンポイントでつけてる、で僕はこれあのタレントスイッチやね、あの映ってんから外すけど、あの外したら喋られへん、そんなことない、だからちゃんとラッキーカラーを身につけて、ぜひステージに立っていただきたいな、はい、さあそのステージは12月22日金曜日ね、はい、はい、そうですね、アルーシャにて12月22日、まずはこのメインイベントでございます。そうそうそう、これはね CD 買わないとダメなんですけど、今度11月26日にあります1時から3時のクズハモール南館光のモール1階3000広場では無料でね、もう誰でも、どなたでも、安保に会える、はい、ね、もうちゃんが省略されました、安保に会えるのはクズハモールモールですね、はい、クズハモールってどこにあるの、京阪です、京阪のクズハ駅やね、クズハ駅です、クズハ駅だ、マミちゃん家からひとっ飛びね、そうそう、クズハのショッピングモールですよね、うん、はい、マミちゃん京阪沿線であることはもう公表しておりますので言っちゃいました、で、あとは、はい、まあこれは11月30日は梅田にあるトラッドさんで、うん、ヘブンズトレイン38っていうのが、ヘブン気分さんにも会える、はい、じゃあ気分ヘブンさんね、はい、安尾ちゃんのソロと、あとは
ヘブンズファミリーとしてのライブにも出演されるということですね、はい、そしてね素晴らしいことにねあともう一つありますね、あともう一つ言う前にちょっとだけ付け足していいですか、うんうんうん、松田エソーさんのね最近の主なライブ番組出演の予定に、うん、なんと今日の11月11日6時から午後6時から7時ブラックカナジョでマニコンダッキー PJ ワールドに生出演されることをですねあのエソーちゃん の出演表に書いてあるって、ね、そうですねスケジュールもうありがたい王子さんが作ってくれたかどうかわかりませんが、ね、そんなスケジュールにさらにもう一つ何があるさらにもう一つは12月16日の土曜日ですね、うん、今度はアベノルシアスの A ステージというところでもライブございまして、はい、それは、4時40分から5時までとなっております、はいはい、アベノルシアスやからアベノやね、アベノやね、天王寺のとこ、ね、そして、ね、さっきから何度も連呼しております松田康夫のイッツァショータイム、多分アメーバテレビのフレッシュさんやと思うんですけど、はい、これはどうしてるの康夫ちゃん、これは時間あるときに大石さんと一緒に、うん、気まぐれ、はい、気まぐれ配信で、はい、それもでも松田康夫一回お礼参りで出してやぜひ出てください。で検索して、はい、ね。なんやったら22時当日もいいけどそこはバタバタしてるやろからどっか隙間が空いた時、ねね、あの年内とも言いません、ね、あの俺1月生まれなんやピお誕生日プレゼントは、ま、あの松田康夫のいつかショータイムにゲストで迎えられること、はいそれぐらいだといけるよね、はい、全然いい、はい、契約成立はい、おめでとう何しろあなたもマイク倒れたことが映ったからちょっと反省、ねね、さあということで、一つ確保しました。松田康夫のイッツァショータイムは、フレッシュさんで、だから過去の放送はアーカイブで見れるの、はい、見れますね、はい、じゃあそちらの方もご覧いただいて、これはだからそれで流れるの、そうですね、またこれもまた流しますみたいなのでこう V 振りするみたいなドタバタ劇がね、でもすごいよ、だってアカペラで歌ってるのなんてなかなかないんじゃない、それはパーソナリティ特権とかいうやつ、ね、役得とかいうね、ほんまや、もうおねだり上手というかおねだり上手ということで無事うわもう配信できてます、はい、多分できてます、はい、大丈夫、後で録画できてるかも確認しますが、はい、おそらくこれで安尾ちゃんがマビカダキ PJ ワールドに出た、はい、証が多分これで、ね、もうあの現実のものとして、ね、開運キーワード太陽、太陽やからまあ本当生み出す、ね、作る側のぜひ円盤を作る、うん、CD を作り出してください、はい、作り出して、はい、そうですね、でもなんか何か人とのこの出会いを作ることによってまた自分がさらになんかいいことが生まれる感じですね、はい、そうね、うんうん、ていうかヤスオちゃんのヤスオって名前誰がつけたの、いいの聞いて、はい、お父さんとお母さんです、ね、お父さんとお母さんです、はい、そうそう、あ、お父さんの話するの忘れたけど、うん、前ハードロックカフェの時にもうめっちゃ嬉しそうにうちの娘なんですステージパパしてた、ステージパパめっちゃ可愛かった、お父さんステージパパ可愛かったいや俺ヤスオちゃん可愛いと思うねんけどさお父さん超可愛かったお父さんが可愛いうちの娘なんですって言ってめっちゃ言ってたよ、ちょっと寄ってはったんでハードロックカフェは KMC のオープニングパーティーかな、はい、そうですね、オープニングパーティーでもなかなかやっていただけましたよ、だって KMC の、 あのさっきのは有働さんやったけど、はい、KMC の雑誌の表紙も飾ってたり、そうですもね、飾っていただいてて、そうです、そうです、うん、なかなかこんな感じのゴソゴソと出てきました、これは、ね、あのステージで撮った写真かな、そうですって感じだね、フラミンゴさんで撮ったやつかなって感じだ、はい、ね、表紙飾れるって ね、やっぱりこの何、次はアンアンの表紙狙ってるでしょ、サウンドの時間でやっぱりこのルックスもルックスもいいからね、やっぱね俺たちの会話はスルーしたまみちゃん、アンアンやろ、アンアンの表紙狙ってるアンアン分かるか、世代的に元エビちゃんや、元エビちゃん元エビちゃんかヤスオちゃんや、エビちゃんかヤスオちゃんか、そうやね、はしゃいでおるように見えますが、はしゃいでるやんように見えますが、今画面から秋は消えております、言うてあのヤスオちゃん あのワンマンライブのためにですね、あのそうそうそう、日々、YouTube でもあのフレッシュでもあの、ね、ちょっとした動画をこれでさ正式に上げれるからね、うん、はいね、そう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 、ね、さあ、今かかってる曲は、これはラブアゲインという曲です、ラブアゲイン、メイドイン関西の中に入ってるからね、入ってますね、はい、ファーストミニアルバム、はい、ラブアゲイン何曲目に入ってるのかな、これは3曲目に入っております、ってことは4曲目に最後、そうですね、アイム関西人が入って、はい、お開きからもう6時59分なん で、ね、はい、はい、もう It's already a time、アイム関西人がかかった頃にお開きだと思ってそのままフェードアウトする感じになると思います、はい、今日は、ポップスシンガーもう未来のシンガーソングライター、松田康夫ちゃんをお迎えして超駆け足でした、あのことこのことを聞いてまいりました、ね、続きは松田康夫のイッツァショータイムで多分、はい、確認できるんじゃないか、ありがとうございます、ね、
そして12月22日フラミンゴジアルシャに皆さん行けたあなたにキラリカユカユシャイニーフォーチューン。さあ、あの曲が入ってくるんじゃないかな。そうですね。はさあ、改めて曲の紹介お願いしちゃおうかな。みんな関西を盛り上げるぜ。 I'm 関西人という感じでノリノリのねライブが12月の22日、はい、フラミンゴディアリーシャであります。はい、さあ7時になりました。はい、ね、まみちゃんよろしく。これでお開きです。このままお開きします。はい、はい、OK alright thank you for watching and listening and Mami Kune Aki PJ's World. Today's guest is Yasuho Matsuda, singer songwriter and please check out her page. 皆さんでご挨拶しに NEXT TIME でございます。 so, please listen I'm Kansai Jin. See you next time. あっちです、あっちです。やすおちゃんありがとう。バイバイ。 We are 関西人。12月22日、多分大石さんにも会えるよ。会えるよ、会えるよ、あきにも会えるよ、多分ね、まみちゃんにも会えるよ。そしてステージでやすおちゃんが歌って踊ってるよ。さあ、そのまま目開けといてよ。